はい、コズの趣味部屋へようこそ。今回開封するのはね、こちらです。じゃん、はい、シャドーバースエボルブ。はい、こちらのねカードゲームですね。まあ、元々はねスマホアプリのゲームなんですけれども、それが実際のカードになって登場ということでね、私もこうやってね実際にアプリゲームやってます。はい、うん、これデザインが秀逸なんですよね。で、今回はそれがリアルカードになって登場ということでね、こちらのブースターパックですね、こちらを買いました。はい、ワンボックスですね。もう絵柄がねほんとねすっげえかっこいいんだよね。で、ここに書いてある、レアリティがありますね、ブロンズレア、シルバーレア、ゴールドレア、レジェンド、スーパーレジェンド、アルティメットレア。はい、まあアルティメットレア狙いで引きたいんですけれどもね。いやー、これどうなんでしょうかね。初めてですね。まあ通貨第1弾なんですけれどもね、シャドーバースのこのリアルカードも。はい、では早速ねこちら開封したいと思います。こんな感じで入ってますね。はい、一応ね狙いはねこのルシフェルなんですよ。めっちゃかっこいいんですよ。これが一番好きなんで、これが出ればもう大当たりですよね。はい、では早速ワンパックずつね開封していきましょう。はい、ではワンパック目、まあ、どういう感じでね入っていて何枚目にリアリティが入っているのかわからないんですけれども、はい、まあとりあえず、まあノーマル以外はねちゃっと、あ、ノーマルじゃない、レア以外はねノーマルはパンパンって省いていきますんでね。はい、お、これ光ってるな。これはゴールドレアか。はい、ゴールドレアですね。ああ、これはホログラムが入ってますね。うん、何枚目だった6枚目か。6枚目に入ってましたね。はい、ということで6枚目か。全部で何枚入ってる ?2、4、6、8 枚か。8枚でレアリティ高いのは6枚目って感じですね。ではじゃんじゃん開封していきましょう。はい、では2パック目。この次か。いきます、せーの。あ、これもゴールドレアですね。はい、 GR モノの秘密研究室。うん、ホログラムがやっぱいいね。はい、では3パック目。はい、この次ですね。来い。あ、これもゴールドレアですね。ゴールドレアは必ず入ってんのかな。はい、ジェネシスドラゴン。はい、という感じですね。はい、4パック目。はい、このあと一斉のせ。あ、これもゴールドレアですね。なんかゴールドレアは入ってるっぽいな。
祈りの集約、はい、ゴールドレア。はい、はい、では5パック目。はい、このあと、せーの、ああこれもゴールドレアですね。リノセウス、はい、のあれ連チャンできた。ゴールドレア、あゴールドレア2連チャンあるんですね。ベルエンジェル、へえ、はい、はい、では6パック目いきます。この後ですね。せーの。これもゴールドレア。闇をまとう暗殺者。はい。あ、これもまたゴールドレア。エンシェントアルケミスト。うん。ゴールドレアが2枚入ってることもあるんですね。7パック目。あれこんなところで、ん？なんだこれ。あ、これ、あれ？レジェンド、レジェンドじゃないこれ。あ、これレジェンドですね。レジェンド出た。マーリン。ああレジェンドは名前のところが銀の白押し、金か、金の白押しになってるのか。へえ、いいね、やっぱデザインいいな、秀逸だわ。はい、やった、レジェンド。まあワンボックスにレジェンドは多分1枚入ってるんでしょうね、1枚以上。はい、はい、でゴールドレア、根源への回帰。はい、あれ、あこれあれルシフェル、お、ルシフェル出たぞ、俺の欲しかったルシフェル。やったレジェンド、あれレジェンド2枚も入ってた。レジェンド2枚のゴールドレア1枚。あ、こんな構成もあるんだね。おかっけえルシフェル、やったぜ、ルシフェルはゲット。かっこいいな、デザインかっこよ。はい、やったぜ。はい、8パック目。このあとゴールドレア、はい、アルビダの号令、はい、はい、では9パック目。お、ここでもまた来たな、レジェンド、アークサモナーエラム、エラスムス、はい、レジェンド。あ、レジェンド結構出るのかな、うん、確率的に高そうだね。はい、でゴールドレ、ロビンフッド、10パック目。
これもレジェンド、あれレジェンド結構出るな。ダークドラゴンフォルテレジェンド、結構レジェンドやっぱ出るな。あれそんなにレアリティ高くないか。でゴールドレア、ドラゴンナイトアイラ、はい、11パック目。はい、この後がゴールドレア。あ、ちぃ。あれ？これ、アルティメットレア出ましたね。あれ、最上級レアが出たよ、これ。7種類しかないうちの1種類、ジャンヌダルク。やべ、いきなり出た。あれ？ワンボックスに必ず1枚入ってるとどうかかな。アルティメット。ジャンヌダルク。うわ、なんかこれ輝き方がすっげえ派手。豪華だね。イラストもかっこいい。いいね、これ。うわ。やっぱ全然輝き方が違う。ジャンヌダルク。やったぜ。アルティメットレア引けましたね。はい。はい、12パック目。あれ、ルシフェル、もう一枚のルシフェル切った。かっけえ。レジェンドルシフェル、うわかっこいいぜ。デザインがやった。2枚ルシフェルゲッツ。でゴールドレア、あ、これまたレジェンドだ。やっぱあれ、やっぱレジェンドは出やすいね。ダークドラゴンフォルテ、はい、13パック目。聖なる願い、なんかめっちゃ可愛いのが来た。ここ、これね、今思ったんですけど、最後の1枚だけなぜか分厚いんですよね、カードが。これなんだろう、なんか意味あるのかな。最後の1枚だけ やけに分厚い。はい、14パック目。ギルガメッシュ、あれ今度ミミっていうやつだ。さっきここで、こっちがミミ。はい、15パック目。お、これまた輝き方が違うな。なんだろうこれ、え、見づら。あれ SR シルバーレアだよね。あれシルバーレアだけど、なんか輝き方が違うのがある。
こんなのもあるんだね。なんだろう、あんまりね、カード系ってあんまり持たないんで、パラレルとかそういうのがあってもわからないんですよね。 SR なのに輝き方が違う。はい、ほら普通の SR だったら普通に何も輝きないんですよね。でゴールドレア、王家の御旗。はい、ラスト16パック目。ゴールドレア、神秘の獲得。といった以上、はい、キラキラはね、まあゴールドレアも含めてこういう感じで、でレジェンドもね結構出ましたね。まあルシフェルもあって、まあ、ルシフェルによっては2枚で最上級のアルティメットレアがジャンヌ・ダルクで、 SR のよくわからないんですけどキラキラした SR。 はい、こういう感じなんですね。はい、まあ初めてのシャドーバースエボルブ第1弾。はい、こういう感じで出ました。はい、まあ、UR が必ずワンボックス1枚確定なのかどうかは分かりませんけれどもね。はい、まあ、また手に入り次第ねこちら開封したいと思います。うん、まあ、皆さんもねぜひ興味があったら買ってみてはいかがでしょうか。デザインはね秀逸なんで。はい、ということで今回はこれにて終わりたいと思います。ご視聴どうもありがとうございました。